こんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。この動画はスーパー北斗に北広島方面から札幌まで乗車した時の車窓を撮っています。まもなく島松駅に到着します。夕方に乗車したのでこんな感じで夕日が綺麗に映えていますね。なかなかこんな光景を見ることがないのでちょっと幸せな気分になれました。普段はあまり特急に乗ることがないので各駅停車で止まっているような駅がどんどんと通過していくのがちょっと楽しい気分になりますね。そして意外とスピードを緩めることなく駅を通過していくのがまた新鮮な感じでした。どんどん北広島に向かっています。もう間もなく北広島駅を通過していきます。でも北広島駅は窓の方向が悪かったのか駅舎を見ることなく通過していってしまいますね。このように土地が余っているのを見ると何か廃線跡があったのかなとつい想像してしまうのが鉄オタの悲しい坂ですね。そして北広島駅を通過すると元千歳線があったサイクリングロードが見えてきます。北広島駅から札幌方面に向けて元の千歳線の廃線跡が見えてきます。旧千歳線は今サイクリングロードになりました。東札幌駅までつながっているのでぜひ行ってみてくださいねと言いたいところですが、北広島駅から東札幌駅まで約20キロあるので自転車で乗り通すのは難しいかもしれません。このように北広島駅からずっと並走するような形で上野幌駅まで走っています。自転車の駅も見えますね。ずっとハイスピードのままスーパー北斗は走行していきます。上野幌駅がそろそろ見えるはずだったのですが結局見逃してしまいました。列車はこのまま新札幌駅へ向かって走行していきます。だんだんとお家も増えてきて少しずつですがマンションもこれから増えていきます。新札幌駅は札幌駅に次いで2番目の駅になりますので水族館や科学館もあるので子供たちを連れていくのにはとっても良い場所だなと思います。新札幌駅に到着しましたね。とてもたくさんの人が待っています。もちろん快速エアポートという空港へ行く列車もこちらの駅は止まりますのでそのための列車を待っている方も多いのかもしれません。そして列車は札幌に向けて一路走行していきます。この辺りも旧千歳線が走行していた辺りになりますが今はちょっとどこに走っているのかは分かりませんね。この辺りにももちろんサイクリングロードはちゃんとあるんですよ。今は札幌の貨物のターミナル駅は新札幌駅を過ぎるとすぐに見えてくる場所にあります。しかし30年前にはこの場所ではなくもっと札幌寄りにありました。定山渓鉄道の東札幌駅と国鉄の東札幌駅は同じ場所に位置をしていて乗り換えることも可能でした。その駅の周辺に貨物の駅があったのです。そして線路はこの今の千歳線ではなく東札幌駅から
今は市営地下鉄東西線が並行して走っている場所に昔の千歳線がありました。先ほども言ったように千歳線は今はサイクリングロードとして整備をされています。なので線路はもう全然ありませんが、その場所を探索することは可能です。今では町の人たちが信号機のない道を安全に走行できる場所として活用していたり、かつて大谷地駅や月札駅があった場所にオブジェがあったりするなど、国鉄時代を少しだけ懐かしく思えるような場所もありました。そんなこんなでもうすぐ内部駅に到着しそうですね。内部駅は2018年11月に新しい駅舎ができて、札幌駅に300メートル近づきました。そうしたらなんとショッピングセンターにすぐ行けるような場所に立っていて、すごく便利になっていました。南北方向に自由歩道ができて、 JR で分断されていた南北方向もアクセスが良くなって便利になりました。また駅前にはマンションが建設されていて、ますます便利になりますね。内房駅は札幌のお隣の駅なんです。でもとてもレトロな駅舎が建っていたんですよ。その駅舎もまた後ほど紹介できればと思っています。電車は一路札幌駅に向かって走っています。街並みもだんだんビルや街並みもだんだんビルが増えてきましたね。それではスーパー北斗の車窓の旅はそろそろ終わりになります。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。